始まりました後期のベトナムツアー、お願いします。ということでベトナムの物価をまず紹介していきたいと思います。ベトナムの物価っていうのは、まあ初めて来て分かんないんですけど、ご飯が大体200円から300円、100円から2、300円ぐらいが相場らしいです。というので、まあ日本食の大体4分の1ぐらいで食べれます。いいですね。ということで、まあベトナムも満喫していこう。で、今ホテルにいた人に教えてもらったベトナム限定の場所があるらしいんで、なんかローカルフードがいっぱい売ってるところがあるらしいんで、そちらに向かいたいと思います。こちらがベトナムハノイの様子です。シンガポールと全然違う。俺こっちの雰囲気の方が好きかも。で、ローカルフードがこの辺にあるんですよ。えぐいな、ディズニーランドみたいや。なんかいっぱい飛んでるの分かります？今飛んでないか。今飛んだらなんか子供のおもちゃです。コーラとこれでだいたい300円もしかいかないから、280円ぐらい。めっちゃ安い。食べていきます。いただきます。ベトナムのご飯。なんだろうな、おいしくもないけどまずくもないって感じですね。ちょっとお酢使ってるかな。なんとも言えない味だね。何の食材使ってるか全くわからないですけど、食べれなくはないです。普通に、なんやこれは。カエルの皮とかってどうしよう。まあいいや、とりあえず全然食べれます。なんかね、ベトナムの一緒に住んでる人がアイスクリーム屋さんを教えてくれたんで、今からちょっと入っていきます。これもローカルのやつでしょうね。行きましょう。あ、OK。 Do you have Vario? Or is that...すごい、なんかろうそくの上にコーヒーが乗ってる変なものが来ました。こんなものある。これ日本でやったら売れるな、完全に売れるよ日本でやったら。 Hello。 You want to take a video of that? Yeah。 You want to put it down? It's weird。 Is it tea? Yeah。 ワイのアイスクリームが来ましたよ。これでいくらだと思います？210円ぐらいです。えぐい安い。では食べていきたいと思います。上がいちごで下が抹茶にしました。いただきます。これがマシュマロですね。いきなり顔面半分削った。これは何でしょう。ん？美味しい。ワッフルみたいな感じ。これで200円やばくない？うん。ベトナム来るべきですよ。ということで、夜の街やってきました。なんか怪しい店に来ましたね。2人、3人で来たんですけど、今からメニューを紹介していきます。英語で書かれてますね。ホチキンとか書いてるじゃないですか。たまにえげつないのがあるんですよ。ほら、こうカエルとかありますよ。完全に危ないです、これは。完全にローカル。まあ、俺は正直言ってもうイノシシみたいなもんやから何でも食えるよね。何でもバクバクいっちゃう。昨日もね、多分変なものやって文字も読めなかったんですけど、バクバクいってんで、今日バクっと乾杯。はーい。ベトナム限定のビールをいただきます。味がわからん。あ、でもちょっと苦いわ。苦いわ。来ましたよ、ローカル料理。はい、何があるんでしょうかね。あのチャーハンみたいなサウンドなんですけど、このこれキュウリがのなんかあって、いっぱいなんか変なものがね乗ってますね。これは何かな。ちなみにオーストラリア文化では、あのご飯はその場で食べちゃいけないんですよ。で、今ここにその人がいるんで、もう食べずに待ってるだけですね。皆さん、この文化を知らないとね、
こういう悲劇的なことが起こるから食べたらめっちゃ怒られますんで、オーストラリアでは。なんで今待ってる状態です。みんなできる限り海外で食事いろんな国の人とするときはできる限りもう全部届くの待った方がいいです。で先に食べていいよって言われたから食べるできると思います。分解大丈夫。 Hello Where from? France. Hey, where from? Brisbane. Brisbane, nice. Nice to meet you. You can try it. Fish? Fish, I think. Yeah. Is it good taste? They're really good, yeah. Oh, really good, nice. Yeah. Fish, it's the only thing that I don't like. Like herbs and stuff. I try to like it. いきますよ. But yeah, it's the only thing.謎の春巻きみたいな。これはうまいぞ。いやめっちゃうまい。日本の春巻きの中身を魚に変えた感じの味がします。このチャーハンいただきます。当たり前でもないし普通に美味しいわ。日本の米ではないね。な問題これなんですよ。これ謎なんですよ。これポテチみたいな味する。夜の9時なんですけどめっちゃ人いますね。やばいっす。ベトナム都会よ。みんな田舎やと思ってるけど、まあでもハノイだから分かんないけどね。どうも皆さん、こんにちはでございます。今日はですね、何日目かわからないですけど、ホーチミン町、ちょっと読めないで、ここはまあこんなんなんですけど、中にホーチミンさんの遺体がこう眠ってて、ベトナムの戦争関連のあれらしいですね。虐殺関連かな、わからないんだけど、まあそうですね、結構歴史的なところらしいんで、あの下にウィキペディアのリンク貼っとくんで、よかったら詳しく見てくださいってことで、まあ、ウィキペディアは違うとかいうそういう情報もあるけど、まあ、大体合ってるからウィキペディアで許してくれってことで、なんか中の撮影さっきもなんかこれ X 線通されて、もうカメラとかも全部預けてから中に入らなきゃいけないんで、まあ入ってみましょう。まだ撮れたわ。ほらなんかえっぐい黄色の建物がありますね。なんていう神聖的な場所でございましょうか。どこに人が眠ってるのかわからないんですけど、とりあえず観光客が多いね。やっぱり全部観光客です。すごい屋台がいっぱいあります。観光地に屋台って珍しいじゃないですか。まあね、観光地歴10年の俺からしたらこんなんかも。なんかすごいのが現れました。これアニメとかで別にあるよな。これエッグなんか絶対なんかの舞台にされてる。これはなんか案外撮影できましたね。まあ言っちゃ余裕しよう。この厳重な警備をくぐり抜けていきたいと思います。カメラ OK っすよ。これ銅像立ってる。なかなかないよ。え、カメラダメってなんでだろうね。ウィキペディアにカメラダメって書いてたんですけど、全然いけますよ。俺が丁寧すぎるからね、やっぱり。なんかフリーガイドしてくれるらしいです。One day they met each other and they fell in love. Then they got married. Being as a Mandarin at a town, me and he was reside as Mandarin. とりあえずここ歩くときはストーリー性になってるらしいですね。どんどん年代ごとにこう流れていってます。知らなかったね。ガイドの説明が長い。結構5分ぐらいで撮ってます。めっちゃ詳しく説明してくれるんで僕にあんま向かないですね。でもめっちゃ知りたい人からしたらめっちゃおおってなるんで、よかったらガイドつけてみてください。無料です。この人は僕たちにバイバイ言ってらしいです。はい、これで終わりらしいですね。Already like, has sound, like,
finish. Longer. Too much oxygen. And all the gas is gone out. Yeah, I think a few now. A few times.